はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ドラゴンボールヒーローズゴッドミッション8弾の排出結果を紹介したいと思うんですけど、今日連呼してきた分がこれ全部ですね。何枚やったんだろう。200回ちょいやりました。で、まだ揃ってなかったバドスとマジンドミグラというの、あとその2枚を狙っていったんですけど、果たしてどうなったのか。で、シリンダー分けの動画を出そうと思ったんですけど、ちょっと、めんどくさいのと、もういろいろ配列表とかもあるので、そこら辺はカットしたいと思います。で、今日は排出結果ですね。排出したものを紹介します。まず1枚目、1台、2台やったんですけど、今日。最初の1台のシリンダーから、キャベが出ましたね。キャベは、この時点で2枚目ですね。これが今日出たキャベで、前回の動画で出したキャベがこれですね。同じのはあんま欲しくなかったんですけど、まあ UR だったんで良かったです。で、1台目のもう1個のシリンダーは UR 出された直後だと思ったので、他の台に移って、そうですね、他の台のシリンダーを掘ってみました。でね、その他の台のシリンダーがすごいもうレア抜きされたんじゃないかっていうぐらい出なくてすごい深かったです。パック頭だったのかな。で、そうだね、もうこれの半分ぐらいもう全部2台目だよ。2台目、1台目本当すごいちょっとでキャベが出て30回ぐらいでキャベが出て、2台目がちょうど60回ぐらいやった後にこれが出ました。見えるかな、マジンドミグラですね。これすごいかっこいいです。ちょっと見えないか、こういう感じで、裏をちょっと見てみると、やっぱシークレットの仕様になってて、必殺技がシーズニングアローで、アビリティが強いんですね、すごい。アビリティ、歴史を歪めるもの、敵チームが5人の場合、ラウンド終了時、一番パワーが高い仲間と、一番パワーが低い仲間と一番パワーが高い敵のパワーを永続で入れ替える。毎回。毎回ですからね。すごい強いです。しかもすごいかっこいい。ちょっと見にくいかな。アビリティ。カードアクションはゴッドメテオだよね。ゴッドメテオでチャージインパクトスピードが速くなる。まあ多分これ対人戦だね。大会とかでよく使われちゃうんじゃないでしょう。今後ね。あんまり普通の敵、ボスキャラとかには使えないかな。あ、ボスキャラは5人いないからな。というわけで、これが出てすごい嬉しかったんですけど、反対側もシリンダーあると思ったんで、掘ってみて、そしたら、カード切れしたんだよ。こっちのシリンダーがカード切れして、すごい偏ってた。10回ぐらいずっと、片側のシリンダーからしか出なくて、もう、これカード切れするなって思ってて、案の定カード切れして、入れてもらった、次の、すごいパック頭かな、すごい、すぐ出たね。3枚目のキャベツ、3枚目だよねこれ。1枚2枚で3枚だよ。今日2枚出ちゃったんだよキャベツ。さすがにここまで来るともうなんかありがたみが薄れちゃって、あ、またキャベが出たみたいな感じでした。 でもこれがドミグラが出たシリンダーと同じシリンダーだったんで、反対シリンダーを掘ってみようと思って掘ってみた結果、50回ぐらいかな、それでこんなになっちゃったね。結局、250回ぐらいかやって、ドンとバドスですね。でこれでようやく UR がフルコンプってことで、カードを全部確認してみたところ、もうゴッドミッション8弾のカードすべてフルコンプでした。まあちょっとバドスも強そうなんで、ちょっとアビリティを見ていくと、強大な力の変人ユニット、あ、これはユニットか。このユニットも強いよね。自分チームと敵チームのヒーローエナジーを交換し、敵チーム全員の気力を超ダウン。これもすごい、なんか、なんて言うんだろう。面白いアビリティ。まあ強いね。で、かっこいい。バドス。アビリティは何だろう。シャンパの付き人、サポーターにして、なんちゃらかんちゃら。
あ、シャンパが必殺技を出せるようになるっていうやつですね。まあまあ強いアビリティで、体力 HP とかも強いのか。うん、 HP4000 パワーが弱いね。そんな感じです。バドスで、これで UR 一応フルコンプですね。ちょっと振り返ってみると、ゴッドミッション8弾、最初1枚目に出たのがキャベで、よいしょ、で2枚目が確かシェンロンモードのベジータだよね。シェンロンモードのベジータすごい、プレイしてみたらすごいかっこよかったんです。その動画も後でアップしておきます。でベジータでね、でベジータとキャベ一緒にやってプレイすると、キャベがね、アビリティがあって、ベジータがいると効果がアップするってあるんだけど、パワーとガードがプラス5000ぐらいになります。プラス5000だね。プラス5000になって結構強くなりました。で、キャベが出て、その後出たのが、これか。タピオンだよね。シークレットタピオン。これは強いし、めちゃめちゃかっこいいから気に入ってて。で、出たのは、なんかこんな人いるの？まあ、いや、ちょっと順番間違えちゃったかもしれないで、その後ヒットかな。ヒットが出て、で、この時点で、4枚揃ってて、あと2枚っていうところだったんですけど、まあ、今日はプラス2枚キャベが出ちゃって、これはちょっと売りに行こうかな、そんなにいらないで。ドミグラ、これはすごいかっこいい、ドミグラが出て、で最後にバドスね。これ普通にカードリストで見た時そんなかっこよくないと思ったんだけど、意外とすごい、後ろの方がキラキラしてかっこいいですね。こんな感じです。というわけで、ゴッドミッション8弾もう UR も普通全部も全てフルコンプしたので、もうミッションクリアっていう感じですね。結構被っちゃったものもあったんだけど、まあそこら辺はまた保管とかしていきたいと思います。というわけで、今回はドラゴンボールヒーローズゴッドミッション8弾の排出結果でした。これで多分もうやらないと思います。もうさすがにね、やりすぎなんで。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。